はいどうも、ボビーアトレザーのボビーです。今日はですね、えー、10月21日、ね、50回の配信となりました。50回目、ね、50日連続。ねそういうことでですね、えー、いろいろお話ししたいと思います。それでは、ーオープニングムービーを <laughs> どうぞ。 どうも改めましてボボビビーーーアトレザーのボビーです、えー、大阪のですね、えー、ボビーア・アトレザーのアトリエから、えー、生配信でお届けしております。で、今日も大阪はですね、えー、まあ、ええー、天気かな、まだ。うん、明日はちょっと、ちょっと下り坂のようだけどね、うん、秋晴れです。で、えー、実はですね、今日ですね、えー、何回かので連続配信、この、 ボビーア・トレザーのーね、えー、ボフィーのフィロス、<laughs> フィロソフィー・オブ・ライフ <laughs>。ね、ちょっと言いにくいですけどね。なんかまあ、あそういう番組をですね、えー、始めましてね、えー、連続50日、えー、50回ね、ね、えー、迎えることができました。ね、えー、まあ、あのー、予告もなしにですね、大体らいの時間というので、大、え、体、ーえー、いい昼休みぐらい。 12時前後ぐらいかなもう12時台ぐらいに、えー、ね、えー、まあこういうふうに感じで、えー、生でねお届けしてるんですけどねまあ大体まあみんな昼休みとか、ね、ほんままあ,あ最初はね夜かまあ午前中かにしようかなと思ったんですよ「朝一とかねえアに来てまああのー、仕事始めの <laughs> 一発目にね ここでまあお話しさっとしてえ仕事に取り込むっていう感じにしようかなと思ったんですけどねまあ,まあ朝一もね世話しないしでまあ昼休みぐらいやったらまあちょっとこう休憩時間も兼ねてねえまあほんでまああと夕方ぐらいにえ仕事終わりの時間ぐらいにねえーアーカイブをねぼーっとねあの楽しんでもらって,っていう感じでねえ思ってまあ大体まあ昼ぐらいこの時間ぐらいをね えー、めどにねあのコツコツお話ししてきましたでまあなんていうのな、あのー、この50回をね迎えてなんとなく感じたことはですねまあ慣れてきたちょっと慣れてきたということとあとまあそういう環境っていうかこの配信する環境もお少しずつね改善されてい,いきつつあるうか感じかな最初はまああのスマホ もともとこうフェイスブックのこうライブ配信も最初はまあスマホ一つからね、えー、こ,んなこんなことをしながらね、えー、しあのギターぶら下げてねやるったんやけど、まあ、やってるう,うちにはボビー・アトレザーとして、えー、なんかこう、ね、日々ねこう基本的にこうなんボビー・アスター・トレザーをのことで、ね、取り組んでる時間が圧倒的にね まあまあほぼ24時間ボビービアリレさー,ーなんでね、まあ、僕の場合は。<laughs> でまあその中で感じたこととか何かこう役に立つこととかも少しでもな、ね、いお話しできればなと思いますし、まあ、なかなかこう会いに行くことができないね今年に入っている状況じゃないですかなかなか。でまあ会いに行く、えーね、お互いにこう実際にこ,このアトリエでね。 うん、お会いする機会もなかなかあ、ね、難しい状況も続きますんで,でも僕,の僕の方からご挨拶を兼ねてね、まああのまあ、こういう元気な姿っていうか、うん、それをおなんか少しでもお届けできたらなと思いながらね、うん、でまあレザーに限らずね、まあ、最初はいろんなことをやろうかなと思ったりあとまあうんなんかほんまは何て言う,なんて言うやろう あレ,レザー教室まだ行かへんけどなんか,かオンラインでねなんかこう新しい趣味とか持ちたい方もあいてるかもなと思ってね川、まあ、細工なんかもこれからの季節うってつけですからねうんなんかそんなんでなんかこう役に立つことってなんかないかなとか見てくれてる方のねうんまあそんなそんなことを思いながら。 うんまあ、だけど、まあ、それもずっといろいろブログの方でね、えー、ずっとかいあのそういうのは続けてきたんですよね。で、えー、ここ50回ね今日50回目やろ。で、えーっとね、思うようになっんかふと思うことはですねまずこう喋ることふしることとあとあの表情をねあのちゃんとこうちょっとあのこう比べていったらと思うんだけど 若干こう <laughs> 豊かにはなってきたような気がしますね、うん、なんでか言ったらやっぱりその普段やっぱり誰とも会わなくてこう,こうものづくりをしてるわけじゃないですかね、喋ることもないしならねあのやっぱ表情がね凝り固まってるんやろうなと思ってね普段あのー、なんていうのこうこういう。 顔の運動っていうか、ね、筋肉もーじーっとしてるからねなまってるんやろうなという感じは受けたんでねなんかそういうふうな表情とかをね、うん、やっぱり意識するようになりましたね普段からね、うんまあ、自分の顔をこう何十数分かこう映ったわけでしょならやっぱり、えーね、そ,のその時間を見自分の顔を見ることなんか全くないじゃないですか。であとはまあ 喋り方もね、あのー、これはもう、小豆島弁は絶対抜けへんし、<laughs> ねえまあ、まあ、それはそれで、数でええかなと思うしね、うん。で、まあ、まあ、別に僕もあのルックスで売ってるわけでも, <laughs> でもないし、<laughs> ね、ええ、ただ、まああのー、こうマイクの前でもね、こういうふうに、誰、えー、誰、ね、 画面の向こうの、ねえー、方にですね、えー、語りかけることもちょっと自然な気持ちにはニュートラルな気持ちにはあなってきつつあるような気がしますね。うんまあ、今後まあね明日からまたあーどういう感じで進めていこうかな、まあ、と思うんですけど、まあ、基本的にはああのブログに書いた過去にね書いた記事とかで、あのー、実際にこう話して補うようにして。 したりあとはもう、ね、日常のね、うん、なんかこう思ったこととかねそういうふうなことがあお話できたらなと思いますね、うん、でまあ本当に、えー、ねこうお付き合いいただいてね感謝してます。ね、もう9月月日に、まあ、自分の誕生もも兼ねててね、えー、思い立って、えー、ちょっとこう機材もです、ね、せっかく揃えたし あのー、マイクのま,まあマイクはこれ持ってたんやけど、うんまあ、これまで配信機材とかも何も考えたことなかったしなんかでっかいビデオとかいるんやろうと思ったしあとまあ最初はもうこういうふうなことも番組みたいな感じで収録しようと思ったんですけどそんな時間がもう全く <laughs> 取られへんしただまあこういう感じでライブで配信することができるようなねことをだいぶこう研究したりいろいろしててですね えー、これですよあのフジフィルムのねフラッグシップモデルですよ。<laughs> あ,<の笑>ね、あとはパ,、まあ、パソコンをね、あのー、買い替えたりもそうですしもう10年使っているパソコンやったらもう対応してなかったりしたんで、うん、でまあ,あ、まあ、iMac に、えー、書いたことと、まあ、持ち運びすることもノートブックやったんですけどノートブックもそんな持ち歩いて、えー、ブログをね書くいうこともなかったしもうほとんど。 ここにいますんで,、ね、でまあ,あアトリエにいるんでまあこと足りるし、うん、でまあ,あね、えー、まあ普段はあの僕もカメラもですねあのブログをとかの載せるための,あの作品のねレーザー作品をあの撮影するための、ねえーまあ、カメラでですね うんまあ、それでまあたまにはスライドショーとか、まあ、今も出来上がった作品をですね、まあ、僕からそのお客様ねオーダーいただいたお客様に対して何かして差し上げることっていうのはそんなにできないんで,できるこもう僕にできることって言ったらその作品をですね、えー、ブログにの残してあとはあー YouTube とかのねスライドショーとかに残してあげてですね まあ、あのもうみんなでシェアするっていうかこういう作品できましたよっていう、まあ、僕の作品もそうですけど、うん、それとその作品をですね普段日々使っててですねどれぐらい成長したんかなっていうのをねまた僕のねボビー・アトレザーのブログとか YouTube の, you の、ね、スライドショーを見返していただいてねなんかこんな感じに育ったなとか。うん なんかこうそういう風にアルバムの一つとしてね思ってもらえればなと思いますしねまあこの映像もまあねどんな感じでね残っていくかあれですけどまあまあもう僕のまあ分身ですよね <laughs> うんこの時間のこう切り取られたこの時間ねその分身かなと思うしでこうやって今このリアルタイムでえご覧いただいているね方の とね、同じ時間を共有する違う場所に住んでてね同じ,場同じ時間を共有できるというかねそういうふうなが素晴らしいことなんか新しいというか、うん、なんか21世紀やるなと思ってねテ、うん、こうねなんかそういうふうに思えるようになったしでもともとこうやって始めたのもお、ね、やっぱりこう僕の周りはやっぱりこうね えー、いろんなこう人前でこう話す方とかあ人前に出る機会のある人が多かったん,多いんですよね、うん、結構。でまあそういう方がまあラ,、まあ、ライブ配信とかねされててこうコミュニケーションとかね、えー、撮る姿を見てねああこれからはまあこういう時代にもなるんやろうなと思う,もうの一つにもね なるんやろうな思うしなんかこう新しいことのねやっぱりチャレンジしていきたいしね、うん、ただまあ僕はレザー、ね、ブランドとして、うん、何を <laughs> 配信していけるのかいうのはちょっとおねまあ,あのレザーブランドで、えー、こういうふうにこういうふうにライブ配信されてる方とはあ,あんまり僕も見かけないんで、うん、まあ まあ、まあいい <laughs> ねまあ、YouTube では、ね、よくうライブ配信は見ないけど、ね、こういろんなこうお作品作りとかあ考え方とかねその作品に対する思いとか、ね、そういうのをお伝えしているう番組もね、えー、見,見たりしますけど、まあ、僕も、まあ、僕はもう,こう <laughs> 生で、えー、このお台本もなくう、ね、この も,う,もう,こうずっとこうこの何ていうのこう頭で考えたことっていうのは出えへんけど心で考えたことっていうのはスラスラね口下手とはいえ出,出ますんでね、うん、あのもうここにあるあるっていうかもうなんか内在していることはね、うん、それはまあ,あお話ねこうやってできるので、えー、ずっとこれからもですね <laughs> なんかこう会いに来ていただければなと思いますね。 でまあ、あのー、なんかこうコレクションしていただければ僕もおすごくラッなんかハッピーやし、うん、なんかお互いにこうなんかこう共有できたら嬉しいやんねあいろいろ今日もね、あのー、ご覧いただいててありがとうございます、ね、ありがとうございますはいあ森本くんこんにちは、ね、あ今日付き合ってくれてありがとうねあのー、ほんまにこ おお <laughs> えー、次は100回ではなく500回を目指して頑張りましょう。なるほど500日。ねまあその間にはまあまあアトリエ以外からもね、まあ、この iPhoneiPhone、まあ、もこれ今7やけど、ね、そろそろあの12のミニが出たからちょっと気になったんやけどね。うん、<laughs> なんかそんな感じでね。あの 配信できたらなと思うしねこのインカメラが今まいちもわっとしてるからね、写りが。うん、まあ、最後、それでもあ,ありがたいよね。iPhone 出たときにはあの、この間まであるよ。ちょっと待って、刺したままやけど、よいしょ、これよ。これ。ね。iPhone4 よ。うん、iPhone4。これがだけどね、iPhone では一番好きかな。うん。 このサイズというかも、うん、あのサイズはちっちゃいちっちゃいけど、うん、やっぱいいよね、うん、だけどまあこの7になって,てこ,これを持ち出してねあのボースイヤー言うんでねあのこれであのこう入浴ねもう入浴する時間ぐらいしかゆっくりもうボーっとでけへんから入浴中になんかこうあの TVer 見たり、うん、なんかこうニュース見たり YouTube とかねまあ アマ,アマゾンプライムやったっけ、ね、アマゾンプライムは見るにはこれちょっとあの、あのー、画面がち,ちっちゃいから <laughs> 迫力はないんやけど、まああのー、まあ見れるからいいかな思ってね。ね100回500回500回ねやってみたいね、まあ、多分それまでの間にいろんなことがあできるような気もするしね、あのー、なんかこうほら アンテナが立っとるわけやん生配信っていうこうねこう、ね、こう習慣とアンテナがね立ってるからなんかこう面白いこともできそうやしえー、ねあのこう技術,技術面もねいろいろのテロップが入ったりとかあるかもしれんねなんかねほんまこういう,うーコメントとかもねこう、画面にねわーって出ながらねそれも 共有ししなながららやったらまたまま面白いいかなと思いますしね、うんまあ、僕はまあストリームヤードっていうソフトは使ってないんでねあの出ませんけど、まあ、出るようなもんあるらしいけどもそ,そこまであの研究する <laughs>、ね、時間もあれやし、まあ、こういう感じでなんてやろうなお,お話しする機会もねなかなかあのこの OBS でもう割りかし十分やし、うん、でまあこういう使い方のね なんかこう共有できる仲間がいればいいんやけどね、うん、まあまあ一人で調べて <laughs>、うんね、やってますけどまあまあ、まあ、もうずっとこう朝も制作とまあ朝ブログ書いたりね、うん、してましたねはいねいろいろこう隙間隙間でやってますあ白川さんありがとうございます今日も生で見ていますいつも値段以上の最高の作品を作っていただき感謝しておりますありがとうございますいやもうそういうやっぱね あの白河さんとかねもう初めね本当とに、えーね、僕の作品をですね愛してくだ,たくださってるね、えー、方がい,るいてくれるということがすごく励みにもなるし、えー、明日への活力とモチベーションにもなるしね、うん、あのー、初めてね、えー、こう僕の作品をねあお試し価格みたいなのがなかなかねななんか、まあ、なお試し価格っぽいくは自分なりにはこうね えー、させていただいてるんですけどもあねあのなんていうのこう,こう工場直営みたいな感じだからね <laughs> まあそれでもまあ,あの僕もこう勉強しながらねそういう科学もねこのお勉強で言ったら関西での勉強いう,いう意味を、うん、<laughs> 学習じゃなしにね,、うん、ねやっぱりあのー、そうだね多分相場じゃないとかそんなそこと言ったらなん,かあなんかやらしい感じするけど。 うん、なるだけね、あのー、お互いにね、えー、無理のない僕もギリギリのところでね、うん、それでも喜んでくれたから僕もこう次へね、えー、迎えるしあとねまたそれを気に入っていただいてまたあコレクションをねしていただけたらなとも思ってますし、うんね、やっぱりこう、ね、時間をねこうこうこうコツコツ作る なんていうの手仕事なんでねえあの時間を何ていうのかけてね、うん、無理にこうずるずるかけてるわけじゃないよ、うん、あの集中して、えー、もちろん集中してですね、えー、<laughs> 制作させてもらってますけどね、うん、まあ思いを込めて、うん、その気持ちはもうこれからもねより深くなっていくと思いますし、うん、全然変わらずねはい。 <laughs> あ、有賀さん、ありがとうございます。あ、有賀さんも。ね、コメントありがとうございます。もう五十回ですよ、それ、五十、五十、有賀さん、あの、五十日ね。<laughs> あのー、喋っとるんですよね。あのー、ね、今日は、まあ。あのー、こう、テーマも決めずに、えー、喋ってますけど、いつもね、あのー。朝決めてるんかな、こう、今日。何にしようかなとか言ね、ほんまは。もう、僕も、もうちょっと計画性さえあればね。大体、他の。 方とかまあ、まあまあ、性人の性格とかにもよると思うんやけどお、ね、大体みんなこう一人ミーティングをしてですねまあ僕も一人ミーティングはするんやけどあのー、なんて言うのね今週、まあ、今月の流れとかそういうのなんかこうみんなやって、えー、例えばプログラムですよね。 1>, してまあ1週間の今日はこれについて語りますということを予告をちゃんとして言うが一番番組としてはいいんでしょうねこうなんかほら突発的にしゃなんか始まって終わってる感じやから、ねうん、こ,れこればっかりはもうね性格 <laughs>、ね、それを一緒に、えー、なんかやったこともないし、まあ、もうこれがメインの仕事でもないんでね、うん、けどこれも僕にとってはあの作品の一つですよね。 うん、全ては作品です。ホームページにしろ、ブログ記事にしろ、ーレーザー作品はも,ともちろん,、うん、この時間もボビー・アートレザーの作品です。うん、全て、うん。そんな思いでね、何、えー、て言うの、そんな、あのー、最初からビヨンとこ、ね、あのハイクオリティなことはこういうことではあできませんけどね。うん、だけど、ね、僕もほらアナウンサーでも何でもないし、うん、だけどこういう感じで。 ね、お話もおちょっとずつできるようになりましたね前まであの画面がすごいあのよく止まったりとかね、うん、してたしこ,のこういうね動いてるソフトもですねあのバージョンアップするみたいにねしているわけですね僕ももう僕自身もね、えー、やっぱり大事なのはね、えー、側よりもコンテンツですからね。<laughs> あのやっぱり まあブログでもそうだし、まあ、作品もそうだし、まあ、コンセプトとかここん、ね、こういう中身ですからね、うん。それをどう出力するかだけの話でね。うん、まあ,あの、そんな感じでね。なんか、なんか、だらだら喋りましたね、うん。あ、有川さん、まだあります。配信、ブログ、そして制作も全て作品あ。いい心構えですよね。ありがとうございます。見習いたいと思います。何をおっしゃいますやらもう。 姫路で、姫路じゃない、姫路になるよね、あっこれ、ね。姫路で,ですね、ええー、有賀さん、あのゴルフのね、グローブですよ。ね。あの、僕はゴルフは、あれ、まだ、あの、一回もしたことないんやけど。ね、ゴルファーのためにですね、あの、が、いいプレーをね、するために。ええー、ね。あの、そのための、道具ですよね。グローブをね、ええー。 制作ねもう本当にあの丁寧にね制作されてるねレザーブあの姫路のブランドですねゴルフの後はあ,あれですよね刺繍のね機械もあるからオリジナルのね刺繍をねあのこうグローブに刺繍をね施したりとか。 ね、いろいろなことをされてるんでねもう本当にもに有川さんすごいなと思って、ね、僕もねいろいろお手伝いしていただいたりとかねいやほん、ね、あに最高ですよ <laughs> でもまあねあのベ,ーベーシストでもありますからね、うん、なんかねやっぱりこう音楽を通じてですね、えー、出会える方っていうのは非常に、えー、嬉しいですし。 僕もねあのこの配信が始まってからもうやっぱりギターを触るようになったしね、うん、なんかこう、まあ、この2週間ほどねどうしてもあの打ち合わせやら何やら「入ってですね <laughs> あの突発的な、ね、もう急ぎのこともあったりもするんであの配信をねこれは配信できてるのにもうこ、ね、あの音楽の配信はなかなかちょっとまああの。 二の次みたいになっっててしまってるんでね、えー、もうーまあそれはもうマイペースでねさしていこうかな続けていこうかなと思いますしね、うん、まあ音楽の場合は演奏の場合はですねあのー、最初に練習もせなきかなしね <laughs> パ,ッとパッとやってパッとねやり逃げができへんから、まあ、このしゃべるんはねまだあのなんかこういう感じでね,、えー、ね話もできるんですけどねなんかずっとね、えー、最初はこの一人しゃべりみたいな感じも誰か ねえそんな噺家の方が喋るんやったら何か意味があるやろうけどおどうやろうと思ったんやけどねやとだけどこうお話すことは、ね、できるようになりましてねあのはで,できてないんかもしれんけどあのなんていうのこうフラットなあ気持ちでね心臓バクバクじゃなくてね何、うん、かあから顔にならんと。<laughs> ななんんかそんな感じでねやってま,す、ね、まああのこういう感じでえゆっくりねまたさせていただきますけどね続けさせてもらいます。あのなんかねあのこういうこともやってもらいたいなとかねえこういうこと知りたいなとかあればねいつでもあのあのメッセージで全然構いませんし後でね僕もアーカイブねえに見たりするんでね,あのするんでねあの書き込みを。 していただいただねこういうこんなことってできますかねできますかねじゃないな、うんあの。こういう番組みたいな,できなんかやってもらえたらなとかねん。いろいろリポートとかもしてみたいですね。今日はここに、えー、いますとかね。今日はここに来てきますとかね。ねなんかやってまいりましたいう感じでね。ありがとうございます。あっ志賀さんまたありがとう現状で満足せず少しでも よくしようというところが見ていてよく分かります。ありがとうございます。なんかね、あのー、せっかくこうね。このこういう時間をお、ね、もた。なんかこうつお付き合い、こうやってし,、ね、していただいてるから、なんか自分なりに、えー、ね。まあ、ほんまにこう。自分の身の丈以上のことはできないし、あのー、そういう考えてないことっていうのは口から出ないんでね。まああれなんですけどね。うんだか白髪さんと。 なんかカメラ談義をねでもそううしレザーのこととかねシルバーのこととかね、うん、いろんなことをねあのいつも話するみたいにねまあこう,うこういう感じでねあの <laughs> なんかちょっと公にはなっとるけど <laughs> こなんかこれ配信やからねこっちの方はねあのだけどまあ,あ僕はもうあれですよもう1対1で誰と,ともこう おうてる気持ちで話しよるからね。相手には、一人の人と常に、えー、会う気持ちでね。うん、歌と一緒ですよ。うん。なんかそんな感じでね。はな、あの、お話をね。させていただけるんでね。<laughs> あ、そね、まあ、まだ、はい。あの、また後でしらず。またね、ご質言うわ。 <laughs> うん、またた買っっちゃったよ <laughs>、まあ,あの自分の誕生,誕生日はまああれけどね、あのー、誕生月の自分の、まあまあ、53歳の記念としてですね、えー、ちょっとステップアップしました <laughs> 一つねまあそうやねまた年末にもねあの <laughs> ゆっくり <laughs> カメラばら下げてねえー、なんかどっか行きたいですね うん、なんかこういう感じでねなんかこう本当に、えー、ねなんかこうまたいろんな方とねこ会いたいしシアさんみたいにね、うん、で会いに来てもら,もらえても嬉しいしね連絡くれたら嬉しいし、うん、やっぱその時間っていうのは本当にかけがえのないものなのかなと思ってねやっぱこの年齢もあるかもしれませんけどそれでよく今この時間っていうのは非常に大事だなって。 思うようになりましたね作品でもそうです作品作りながら今あなんか画面が終わったね